えっと、今日は東京新聞の記事をご紹介したいと思うんですが、あの、政府が今、世界経済をめぐる意見交換のために、えー、総理官邸で国際金融経済分析会合という、はい、まあ、勉強会を開いてるんですね。はい。 これあの、何の目的かというと、まあ、G7 伊勢島サミットが間もなく行われますので、うんはい、それに向けてえ、日本が有効な経済対策をリードできるかどうかっていう勉強会を開いているんですけども、はい、あの、一応昨日の先生が、アメリカのコロンビア大学の教授のジョセフ・スティグリッツさんという方で、うん、ノーベル経済学賞を受賞したこともある方。はい、で、何を言ったかというと、一番のポイントは、消費税。 えー、現在のタイミングで引き上げるべきではないと、ノーベル賞の人がね。はい、言ったんです、で安倍さんも、まあ、いいご意見をいただきましたみたいなことをおっしゃってたんですが、うんあのー、これ、消費税の増税、まあ、来年の4月に10%上げることを予,想予定してますが、これを凍結、先送りして、うん、ひょっとすると、このダブル選挙にするんじゃないかななんていううがった見方も。うん 出てるんです。<ー>というのは、2014年の総選挙の時に、消費税の増税どうしますかっていう有識者会合を開いて、意見聞いて、うんうん、じゃあ、先送りします。凍結します。うんうん、それを国民に問うって言って総選挙やったことがあるので、同じ流れかなという、そういうふうなものの見方をする人もいるんですね。で、このスティグリッツ教授さんというのも、その安倍さんがこの人を の話を聞きたいと指名した方だということなんですが、じゃあ安倍さんと考え方が近いのかと、うん。言うと実はそんなことがなくて、実はどちらかというと、サハよりの経済学者なんだそうです。えー、で、例えば、精力的に研究しているテーマが格差の拡大。はい、格差は経済成長にマイナス効果を及ぼすと、おっしゃってまして、 さらにはマイナス金利政策、今日銀が取り入れていますけれども、はい、景気を大きくは刺激せず、悪い副作用をもたらすと、うん、反対のことを言っているんですね。反対ですね。はい。で、あのー、具体的には、さらに、あの、賃金の上昇と労働者を守りなさいよと、そういう政策を取りなさいと。うんうん、で、財政出動をもしもするんだったら、教育とか若い人の健康への支出を政府がやりなさいというふうに言ってるんです。うん で、法人税減税。これ安倍政権が一生懸命やってたことですが、これ投資に役立たないから、やめなさいと。炭素税とか相続税とか、株を売った時に得られる利益に対する課税をもっと増やしなさいと。こういうふうに言ってるんですね。で、こうしたあの、まあ、 ある種、安倍政権に耳の痛い提言こそ、えー、傾聴すべき、取り入れるべきで、消費税増税の延期とか、補正予算編成の方便だけに利用することは許されないんじゃないか、というふうなことを、うん、東京新聞は、社説で訴えているということなんですね。あ,あ,あのーうんそ、その、選挙と。 いうこととだよねするこれ、まあ、参議院はあるわけだからねこれも決まってあるわけだからねで、まあ、この経済政策とかいろんなことを一番最初に思うのはこう政局の道具にしちゃいけないよねこう自分には信念があってこういう政策を今取ってますだけど選挙があるから これ言っちゃうと負けちゃうんじゃないかっていうふうなね、うん、その考え方、ちょっと違う。それは違う、ま。全然間違ってるよね。それはどの党にしてもだよ。うん、まあどの、どの政党にしてもだ、うん、どの政党でもです、ね。そうだよね。で、やっぱりこう、嫌われることでもね、うん、政府はやんなくちゃいけないことはあるよね。うん、それはもう今、決まってて、まあ、あのー、要するに、どういうふうに利益を分配するのか。 それからそれをどういうふうに集めるのか、うんね、それはやっぱり正しい道をこう信じてやってほしいと、うんうん、えもう一つはこの財政出動すりゃあさあそれはみんな喜ぶけどね、うん、でももうこれだけ借金付けになってる中で財政出動だけして消費税をやらないっていうのも そうですね。借金だけはどんどん増えていっちゃうっていうことですね。うん、な,んなんかこれ、このなんか、この増えてる、このなんか意味わかんないけど、関係ないと思いつつも、国民一人当たり700万ぐらいだって言われちゃったらね。な、あのー、なんか、な何、何その例えやめてよって。そんな例えやめてよっていう気。 払えないでしょそんなこと言われたって。うん、ね一<え>人当たりが700万とか、うん。まあそうだね。赤ちゃん持ったこない。そうそう、全部だよ。お<ー>、うん、まあ一家だったら大変だよね。<ー>まあ、それだったら、やっぱしこの財政をね、ね、ちゃんと規制もしなくちゃいけないし。あとこの、なんかこう、まあ要するに、現政権は、いいとこどり、うん、ノーベル学者の、ノーベル学賞を取った人の提言のいいとこどりだけしても、 ダメだよね問題は解決しないっていうことですよね。で、そのどこにそのお金を使うっていう意味は、うんうん、例えば、あの子育てとか、そっちの方にお金をね、あのうん、使うわけだから、まあ、社会保障にも使わなくちゃいけないわけだからね。うんうんうん 財源は今どうしようとしてるの政府はそ、ね。そうですね。うん、あのー、まあ、消費税を増税することで、社会保障費をきちっとキープしようというふうにはしてるんですけれども、あのー、逆にその消費税を上げて、経済がダメになっちゃうと、税収自体が減っちゃうんで、これも困ると。じゃあどっちにした方がいいのかなっていうところが、今悩みどころではあるんですよね。 うん、とかマネーゲームで儲かった人からの税率を上げるはちょっとありかなと思っちゃった、うん、今聞いてて、うんまあ、株の利益に対してる税をもうちょっと強くする、うんうん、うそうだからその外国なんかでも多分ソーシャルインパクトっていう のがあって今までウォール街の金持ちたちが、こう、なんていうの、株価のね、金融、金融だけでもか、ものすごい儲けたりしてるっていうのは、ちょっと自分たちでもちょっとおかしいんじゃないかと言い出して、ソーシャルインパクトつって、ある街にあるビル、それを全部買い取る。買い取って、その買い取った会社が、そこは今までなんか結構貧しい地区だったところを、そのビルを全部、こう、 カフェ作って、部屋作って、それでなんかいろんな施設を作って、周りの貧しい人たちを雇用して、でそれが回るシステムっていうのを作った、でこれ、なんかソーシャルインパクトとかっていうお金をやっぱり投資家たちの、でお金が今そっちに動こうとしてるって、これ、噂でね、全面的に、でもやってることは確かのね、それが今度、ギリシャのほうに。 ギリシャっていう国の方の造船会社か何かを何かしようとしてて、うん、ソーシャルだからいいことにお金を使うそのフローみたいなのを作ってるシステムがあるって、まあ、この間テレビのどっちもたりとやったけどねそういうふうになんかこうだって地球上のさ、うん、本当にごく少ない人が地球上の富のほとんど持ってるみたいな恐ろしい数字見ると何かねえ、うん まあでもそういう人たちもなんかそろそろななんんかこううそののていうの金融だけで何もね,ね<え>動かすだけで巨万の富を築くみたいなのはねちょっとおかしいと思い始めてんじゃないのかね,ね。 まあちょっと話それましたけど、はい、はいはい、田さんはい、えっ、ー、と、うん、まあ、その、社説の、その上の部分に、その経済分析会合のことが載ってるんですけど、うん、下の部分では、しぼむ完成春闘という社説が掲載されていて、うん、あのー、安倍のミクスで春闘が、その、安倍政権が、 うん、お給料上げてくださいと、経済界にお願いして3年目になるんですけれども、一応、給料上がるんですけれども、去年に比べるとだいぶその率は減ってきていて、ちょっとその回転がおかしくなりかけてるっていう現状があるんですね、ひょっとすると安倍さんや黒田日銀総裁も、このままじゃダメなんじゃないかと思ってるんじゃないのというのが、その東京新聞の社説で、子どもの将来のために必死で働くシングルマザーとか、こういったひとり親世帯。 低賃金の代名詞になっている介護士や保,保育士、奨学金の返済負担に苦しむ若い社会人、高額の授業料に二の足を踏んで進学を諦める学生さん、こういう本当にお金を欲している人たちにお金が回るようになってくると、逆にデフレを脱却して、少子高齢化が乗り切れるんじゃないかっていうのが、東京新聞の社説には書かれているんですねまあね、いろんな方法でこのデフレを脱却しようとしてるわけだ。うん、まあそれになんかこうちょっと 原油安みたいなのがね、うんえー、入っちゃって、ちょっと先行きが怪しくなる、うん、世界経済が怪しくなる、うんえー、現政権は、あれだよね、あのリーマンショックみたいなことが起こ,ない起こらない限り、うん、消費税金は上げますよって言ってるわけだけど、まあ、それなら、まあ、そこだけじゃ、いいとこ取りだけじ消費税は、ね、上げると、うん、まあ、どうなんだろうね、まあ、きついけど、まあ、上げるとして、それともなんかこう、経,経営者からのね、 あの、税金を、法人,法人税を、こうなんか今下げてるみたいな。まあ、ここを良くして政府は全部を回そうとしてるんだけど、ここを良くしても回んねえんじゃないかって近頃思い始めてるってことだよね。はい、さあ今日も始めましょう。